ございます。おはようございます。おはようございます。今日は一日密着させていただきます。よろしくお願いします。朝から出社前にフィットネス行ったりするんですか？はい、そうですね。まあ僕筋トレ好きなんで、朝汗かいてから週2回は行くことにはしてますね。ちなみに簡単に自己紹介いただいてもいいですか？ありがとうございます。今、FC トレーニングカンパニーっていう教育研修会社で、勤めてます。中野と申します。今はフィールドセールスって言って営業をしている。で、そこのチームリーダーを今やってます。ちなみに今日はどんな一日なんですか？今日は商談2つあって、で、その他はチームミーティングとか、まあ、そういうミーティング系がもろもろちょこちょこある感じです。今から朝礼行ってきます。はい、9月15日朝礼を始めます。皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。体調いかがですか？あ、よかったです。はい、本日の最上ゴールは意思決定1社取ることです。本日もよろしくお願いします。朝礼終わったので、じゃあ次は受注した企業様をそのサポートに引き継ぐ面談に行ってきます。いってらっしゃいませ。行ってきます。お疲れ様です。お世話になります。本日はキックオフ面談というところで、ご導入いただくスマートホールディングのご導入の背景ですとか、はい、目的を伺わせていただきまして、その後の、はい、まあ、具体的なスケジュール感であるとか、何をしていくのかというところを問い合わせできればなというふうに思っております。早速なんですけれども、はい、スマートホールディングをご導入いただいて、今後どんなふうにご活用いただくかだったりだとか、どんなところにご期待いただいているかも含め、簡単で大丈夫なので、はい、教えていただけますでしょうか。弊社の事業体が福祉事業で、子どもの放課後のお預かりをメインにしている業態なんですね。ありがとうございます、はい、職員の皆様のスキルアップだったりだとか、社会人としてのレベルアップっていうところで、私どもも一緒にサポートさせていただければと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。いろんなサービスがある中でも、なぜ FCE さんに決定されたのかっていう背景を伺いたいです。5つぐらいの同じようなところを見比べて面談をしたんですけど、一番の決め手は中野くんです。ありがとうございます。前の髪型が飽きたんだ。飽きてましたし、その男女の受けがちょっとあまり良くなかったんですね。男からも女の子からも受けが悪かったんで、前回の髪型。今どう？今そんな良くない。いやいやいや、なんか中野さんから見てその部分って、まあ、非現実的なのか、なんて言うんでしょう、正しいステップなのかみたいなところを言ってレビューいただきたいなと思ってました。まあ、例えば11月、はい、でもキャリアマップを全部作った方がいいなと思ってて、はいはいはい、この2ヶ月間でその3次会で前回そのキャリアマップ作って、はい、その間は管理職から優先度を置いて、うん、そうですね、優先度高いって言ってました、ね、でそこのをまず作ってやる、はい、でその間はその他の階層の分もキャリアマップ作って、はいで、12月からじゃあ500台に増やしてやりましょうっていうのを提案してみたいんじゃん。お疲れ様。ありがとうございました。昨日マジで美味しいローストビーフを見つけたんですよ。どこにあんの？いや、なんか普通に歩いた、夢見どりら辺です。あー、あそこの近く。まだ開拓してないご飯屋さんがあったんですよ。俺も次連れて行ってない。無理です。え、ちなみにお二人ってプライベートでも仲いいんですか？まあ、仲いいな。いいですね。最近はそれこそ岡山か広島か、広島ですね、牡蠣食べに行きました。牡蠣食べましたね。仲いい。はい。いじってるじゃないですかって言われると結構頑張ってたよって。いや、いじってますよね。正直に中野さんの活躍ぶりいかがですか？プレイヤーとしては抜群ですね。言うことなしです。営業の仕方も営業終わった後のフォローの仕方も素晴らしいんですよ。だからやっぱ中野くんみたいな人が育ってるし、うちの若手こんな風になってないなっていうのを見て本社に決めますっていう風に言ってくださるところが本当に多く、新入社員のメンバーってご先輩社員の面談に同席をしたりするんですけど、もうその面談が終わった後に新入社員のメンバーにどうだったって聞いたら、めちゃくちゃかっこよかったですと。でいつかあんな風に
あの商談が自分もできるようになりたいなっていうメンバーが本当に多くて、憧れられる存在、憧れの目線を感じるなっていうのは正直ありますか？正直あります。あるんだね、自分でも。まあ、陰でそういう話を受けたよっていうのを聞いたりもするので、まあ、モテてるんだろうなと思います。求めてきますね。ちょっと休憩中なんで、せっかくなんでちょっと会社の紹介したいなと思うんですけど、人事の今日は勝家さんに来てもらってます。FC グループの人事、勝家です。FC グループはチャレンジあふれる未来を作るという理念のもとで、社会の課題を解決するビジネスを幅広く展開しています。それでは4つの事業部のちょっと働いている様子を見に行きたいと思います。 FC プロセス&テクノロジーのメンバーはこちらです。こんにちは。 FC エデュケーションのメンバーです。元気ですか？元気です。 FC トレーニングカンパニーのメンバーです。こんにちは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 。今から何されるんですか？はい、今から新規のお客様との処方に行ってきます。処方って何ですか？インサイドセールスがアポを取ってくるんですけど、初めてその e ラーニングとかご興味を持った方と一緒に商談をしてくる時間ですね。お世話になります。お世話になります。よろしくお願いいたします。遅ればせながら簡単に弊社のご紹介だけさせていただきますと、あの私たちあの FC グループという会社のまあ一社でございまして、あの FC トレーニングカンパニーという会社でございます。まあ、ビジネスマン向けに教育研修やコンサルティングを行っている会社なんですけども、ちなみにこの7つの習慣っていう本なんですが、これって見たり聞いたりしたことございますでしょうか？世界で言うと4000万部ぐらい売れてる本なんですけども、まあ、この本自体を私たちあの FC パブリッシングというところで出版をしておりまして、でかつこの7つの習慣の研修トレーニングっていうのを我々トレーニングカンパニーで行っております。ですので、まあ、研修会社でもありあの出版会社でもあるっていうそんな位置づけになります。芹沢様のもう視点であの構いませんので、何かまあ組織作りであるとか、まあ、あるいは人材育成というところにおいて何かこういったところをより強化していきたい、あるいは改善していきたいというふうに思われていらっしゃる分があればちょっとお伺いできればと思うんですが、いかがでしょうか？あ、はい、わかりました。一番はやっぱ標準化かなと思って。標準化、はい、ベテラン社員も何名かいるので、はい、ベテラン社員が若手社員に対して指導するというのは、はい、もちろん見られるんですが、よくあることなのかもしれないですけど、人によって言ってることが違うだとか、この上司の下では育つメンバーもいるけども、こっちの上司の下では育たないメンバーがいるだとか、ばらつきがあるなということを感じてますね。各個人個人がどういうふうにキャリアアップしていたらいいなとか、あるいはこんな風に変わっていたらいいなとか、その具体的な部分ってもしあればお伺いできればと思うんですが、何かございますか？できれば型にはまらずに自分で作っていってほしいなっていうのは正直。ああ、なるほど、はいはいはい。で今回このスマートボーディングについてお伝えしていくんですが、コンセプトも一言で申しますとこちらです。自ら学び自ら育つ、つまり、まあ、自ら学び始める組織づくりを実現するっていうことをコンセプトに据えてます。先ほどその芹沢様が指導のばらつきを感じられてるっていうところがあったと思うんですけども、でおそらく現場でプレイヤーされてる方々が課題に気づけていないっていうところも、まあ、問題というか、まあ、課題になってくるのかなと思いますので、課題に気づいてもらうような仕組みステップを設けていただくことが重要かなと思いますので、まずちょっと2番からご説明した上で、あの1番についても触れさせていただければなと思います。まずちょっとあの弊社の e ラーニング概要、大きなところをご説明した上で活用法にも触れていければなと思います。この現状とのギャップ、つまりここが課題に当たりますので、ここを埋め合わせていくための教育制度をつなぎ合わせていくっていう流れですね。でそこで私たちもスマートボーディングを活用しながら、その標準化型化を行っていきまして、弊社の役員の方がポイントを説明している動画を撮って、ズームで動画を撮ってここに落とし込んでいったりしてます。そしたら本日お忙しい中ですがお時間いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、引き続きよろしくお願いいたします。お願いいたします。中野さん、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日のミーティングいかがでしたか？まあ、いい感触かなと思いますね。お客様も結構スマートフォンに対して魅力的に思ってくださってますし、課題も解決できるイメージがありますので、ちょっと次につなげていきたいなと思います。中野さん、これは何の時間ですか？これは、年間功労者表彰式の企画会議と、あとは、まあ、会場の視察に来てます。年間功労者表彰会って何ですか？この1年の中で優秀な成果とかを上げた人たちを、まあ、称えようということで、1位から3位みたいな感じで賞が与えられるんですけど、そのことを言います。それ狙ってるんですか？もちろんです。取れる自信はありますか？今年はありますね。中野さん、
はい、今は何されてるんですか？今は企業様にあの御殿書を作ってます。あ、今日午前中にミーティングされてた企業さんの提案書ですか？そうですね、あの打ち合わせした内容をまとめて、でそれに対してどのように解決していくのかみたいなところをまとめている感じですね。今回の提案書で気をつけてるポイントとかってありますか？結局お客様がこの悩みをどうしていきたいのかだったりとか、どういう組織体にしていきたいのかとかっていうような組織としての目指す姿みたいなものを書く、でそれに対してじゃあどう向き合ってどう解決していくべきなのかっていうのを記入するっていうのは意識してるポイントですね。今からちょっとチームミーティングやっていきます。目標4件に対して現状、今日で意思決定していただいて1件でして、悲観見通しが1件で楽観が3件になります。結局クロージング面談で返答をもらったりとか、はい、ハードルが新たに出てきたりとか、はい、そこで解消したりとか、うん、っていうことで1手2手打てるから、はい、だからそこは確実に取っていった方が決まりやすいっていうのは実際にあるから。わかりました。岡野さんってなんで FCE に入社されたんですか？一言で言うと、自分がありたい姿とやっている授業だったりとか、やっている人たちに魅力を感じたからですかね。具体的には？そうですね、僕自身が自分のその生き様を通じて、その関わる人の挑戦の一歩を後押しできるような人生の起点となる人であり続けるっていう、そんな目指す姿みたいなのがあるんですけど、そこに対して FC っていうチャレンジあふれる未来を作るっていう、人のチャレンジであるとか挑戦に対して何か事業であったりとかを展開していくっていう、この、まあ、ビジョンが一度愛みたいなのがあったので、そこが魅力的だなと思いましたね。中野さんの直属の後輩ですか？いや、違います、ね、全然違います。全然授業は違います。3人とも違いますね。違う事業部でも交流とかってあるんですか？あの昨日もラーメン食べに行きました。一緒に奢ってもらいました。中尾さんが最近1年間の通期の目標を達成されたってことで、そのお祝いに、まあ、ラーメンやってくれたんですよ。結構プレゼントとかもあげたりしてるんで、お世話になったのでトリートメントとか。トリートメントあげた。あのパーマがいいパーマなので、バカにしてるんで、僕も好きなんですよ。尊敬だよね。その尊敬で尊敬よりパーマよくなるように。でもすごい、もうトリートメントした次の日はもうテカテカって。いつもよりご自身がなんかプレイヤーとしても一切妥協しないし、でも後輩のマネジメントっていうところも、はい、一流を目指してらっしゃる印象だったんですけど、はい、なんでそこまで頑張れるんですか？まあ、2つあって、1つは、まあ、自分がその経営者になりたいっていう目標があるので、なのでその今あの持っている役割だとかを、まあ、果たすことが重要だというふうに思っているのが1つと、もう1つはやっぱり後輩だとかその部下のその成長を見るっていうことが素直に楽しいっていうのがありますね。まあ、自分を通じてなんか少しでも変化してくれたりとか、ちょっとでも頑張れるって思って、くれてるのが本当嬉しいですし、僕もやりがいを感じてます。その経営者のこう道をいずれ歩まれるにあたって、はい、やっぱり FCE を選んでよかったなって思いますか？はい、思いますね。どんな時に思いますか？日々忙しいですけど、とはいえやっぱり能力があるから、なんかこういう業務を与えてくれたり役割を与えてくれたりではなくて、中野くんに期待してるからこれやってくれとかっていうような、なんか期待を込めてその役職だったりとか役割を任せてくれるので、そういったなんで制度があるのは、なんか自分をもっと成長させていったりとかする面においては、まあ、いいなと思ってる部分なので、そこですかね。本日も皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。では本日のグッドニュース、はい、今日ですね、お客様にインタビューをしまして、なんでスマートボーディング選んでくださったんですかって聞いたら、中野さんだったからですって言われて嬉しかったです。ありがとうございます。しびれる、すげー。では本日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。これ NBC グランプリの新事業立案について考えてるんですよ。 NBC グランプリって何ですか？ NBC グランプリは社内でやってる新事業コンテストですね。大崎さんと2人で企画されてるってことですか？2人で企画してます。前にもあって出たんですけど、なんか取れなくて再チャレンジしようと思って今考えてます。どんなアイデアなんですか？AI を使った教育システムについて考えてます。そして目指すは？もちろん
グランプリです。頑張ります。最後に中野さんが一緒に働きたい人を教えてください、はい、そうですね、まあ、やっぱり FC を通じてやっぱり社会とか世界とか未来を変えていきたいっていう、そこに共感して貢献したいっていうふうに思える人と一緒に働きたいなと思います。興味を持った方は概要欄から応募ができるそうなので、はい、ぜひチェックしてみてください。チェックしてください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。